昨年12月31日から1月1日元旦にかけて、多久市物産館蓬莱庵南側広場で、多久聖廟おひたき実行委員会主催の多久聖廟おひたきが行われました。ご神火がなんと運ばれまして、皆さんの後ろの方に見えております南側の自由広場にて、火入れ式を行わせていただきます。青竹や火で組み上げられたお山に神職が点火すると、瞬く間に10メートルを超える炎が上がりました。おひたきの火に当たると罪や汚れが清められると言われており、来場者はおひたきの火で身を清め、来年の無病息災や家内安全を祈願しました。またおひたき会場では東部太鼓保存会の演奏、格子の里姉妹の演舞、 FM 佐賀ハロータクのパーソナリティでもあるシンガーソングライター池田孝臣さんのアコースティックライブが行われました。皆さん、おひたきの日当たりました。よかですね。やっぱり日を見てるとなんかこう心が落ち着きますよね。そして年も明けたということで、これからね、多久聖廟に流れていて皆さん初詣を済まされると思いますけども、よかったですね。僕のこの歌が会場の BGM になったらなという思いで歌いますので、どうぞよろしくお願いいたします。あなたが笑ってたら僕も笑いたくなる、あなたが泣いていたら僕も泣いてしまう。
難しい顔難しい話今ちょっと置いといて笑えますか誰かの笑顔につられるようにこっちはね笑顔が映る魔法のように理屈ではないところで僕ら通じ合える力新年を迎えると、多久聖廟には多くの参拝客でにぎわい、初詣に訪れた人は、1年間無事に過ごせた感謝の気持ちや、新年を健康に幸せで過ごせるようになど、それぞれの思いを祈願していました。広島から帰ってきて、帰省してます。タクじゃないです。あ、どちらか。福岡からです。あ、どうも今日はありがとうございます。僕愛知県から来ました。はい、で地元は？地元はあの吉野ヶ里町に住んでます。はい。大阪から帰ってきました。で今日はどちらから？そう佐賀市内から。はい。1回目です。あ、初めてですか。どうもありがとうございます。しし汁とか生姜とかこう振る舞っていただいて、そういうの初めてだったんで、ちょっとあったかい感じを。ありがとうございます。いただきました。小木市から来ました。どういった、ここは初めてですか？いや、前に来たことはあります。あります。じゃあ、皇子様が祀っているということで、今日はどういったお願いをされました？智円館中学校に受かるようにお願いをしました。私宅からです。はい、そうです。それでもうここに皇子様にお願いしに、連れてきました。だいたい毎年、除夜の鐘を天徳寺で売って、その後こっちにお参りしに毎年来ます。はい、はい、